どうもカマです。ポリスシミュレーターパトロールオフィサーズ実況パート8やっていきたいと思います。久しぶりの実況ですね。なんかアップデートが入ったみたいで、麻薬の売人が登場するらしいですよ。ぜひガシガシ捕まえていきたいですね。はい、久しぶりフランク・ミラー君、新しいシフトですね。さあ、ですね、ダウンタウンをアンロックしたんだよね。で、新しいパトカーを確か手に入れて次乗り回そうぜっていうところで終わっていたので、次はじゃあダウンタウンのこれ行きましょうか。パトカーで巡回夕方、パトカー、これだ、これ頑丈そうじゃん、いいね、乗る、やったね。さあ出発だ。覚えてっかんやり方マジで。はい、失礼しまーす。待って、事故の音は聞こえたって。あ、めっちゃ目の前、あそこ事故ってんじゃん。はい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 、どうも。君たち運が良かったよ、ちょうど私がすぐそばにいたからね。はーい、どうもどうも。どうしました？ぶつけた、ぶつけちゃった、これこれぶつけちゃった、大丈夫？はーい、まずは身分証の提示を求めましょうか。なんか久しぶりだな、ほんと。はーい。なんか言ってるけども全然喋ってませんね。顔全然違うじゃん。よく出せたな、臆面もなく。びっくりするわ。もうこれ犯罪だよね。ちょっと一通り、調べてからですね。まず、交通事故調べてから。何が起きたかわからないね、おまわりさんだって。おお、混乱してますね。まあ、無理もない。はい、あなたは？なんか同じような顔してるな。大ショックよ、おまわりさん。何が起きたのかさっぱり。お前ら。もう、何の証拠にもならないよね。はい。身分証、保険証、出してください。さすがにこれは顔同じだよね。大丈夫でしょ？ああ、よかったよかった。そう。本来こうあるべきでしょ。ね？うん。はい。期限も切れてませんと。ちょっと待って。ドナー。性別、男性。ドナー。あれ？なんかおかしくない？この人が、男性だって言ってる。あれ？ちょっと待って。男性と女性ってなんだっけ？なんか、よくわからなくなってきたぞ、俺。支援が必要。強盗現場の処理だって。ちょっと待って。わかった。やります、やります。やりますよ。ちょっと待って。一回君たち、はい。交通事故報告書を渡して、で、君ね、手錠をかけなきゃいけないな、きっとな。偽造保険証でしょ、これ。だって。あ、違う。偽造身分証か。盗難？どっちなんだ？あ、操作コンピューターがエントリーを発見できない場合は偽造なんだ。なるほど。操作コンピューターちょっと見てみましょうか。はーい、コンピューター。システムで要求されたプロファイルが見つかりません。あ、いないじゃん。こいついねえぞ。怖っ、ちょっとなんか。偽造身分証だ。おお。すべてのブライトン市民は身元照会データベースに登録されています。しかし、この人物の身分証にはプロファイルが存在しないため、偽造身分証傾向の疑いがあります。偽造身分証傾向容疑により、この人物に手錠をかけて逮捕する必要があります。なるほど。だっておかしいもん。写真男だったもん。偽造身分証です。はーい。ちょっとね、次、つっかえてから、サクサク行こう、サクサク。ね。はい、OK。OK よー。そうなるともう一人も、やめてください。一通りすんなり受け入れてから。君の方もちょっとね、なんだっけ、見てみようか。お前もかよ。二人とも、おかしくない？君ら。流行ってんの？なんか。身分証を偽造するの流行ってんの？意味がわからないんですね。はい、じゃあ、いそう。はい、逮捕します。はい、よろしく。こっちもね、あなたもあなたも、はい、はいはい。I need some backup here. おしまい、ここおしまい。ちょっと俺次行かなきゃいけないから、忙しい。強盗現場の処理をしなきゃいけないからね、本当に大変なの、マジで。
はい。よし。堂々と車道の真ん中に止める。緊急事態だからしょうがない。これはね。そっちか。強盗、あ、なんか、あ、すごい。めちゃくちゃなってる。パンじゃないですか。パンめちゃくちゃ。はぁ。許すまじ。え、パン強盗パン強盗ですか。はい、どうも。何を見たのか説明できますか。女だったわ。なるほど。あ、そう。いやー、ちょっと待って、ケイゾンの事故。いや、そんなもうやってらんないわ。俺、パン強盗をまず見つけなきゃいけないから。ジャムおじさんかな。さあ、ちょっとね、証拠が欲しいな。あ、知人です。だって、マジか。知り合いにがっつり見られてるな。よし。さあ、あれ犯人の情報出てこないんだけど。あれ、これどうすればいいのこれ。あれ、終わっちゃったかんち。あれ、チャレンジできる期限切れてた。あ、強盗現場の処理。やる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 。またパンかな。連続パン強盗。どこ、そっち。オッケー、行くぜ。どけー。パンの平和を俺が守る。ここか。あー、今度はマネキン泥棒か。あー、なんか目撃者いっぱいいそう。はーい、どうも。どうですか。あ、知ってる、また知人。犯人ね、顔広すぎなんだよね。10名集まったけど、もうちょっと聞いてみましょうか。なるほどね、はい。あ、新情報、はいはいはい。あ、あの人ね、なるほど。ちょっと服装はわからないものの、髪の色、髪型、それでだいたい見当つくんじゃないかなって気がするけどな。はい、探しまーす。あ、いたか、お前か。しかも今お前ポイ捨てしたろ。あ、逃げた逃げた、逃げちゃいかん、逃げたらあかん。はーい、行きますよー。待って、よーし。よく止まった。えらい、いい子だ。近い。まず身分証お願いしますね。あー、期限も切れてるし、名前も一致してるし、ポイ捨てしたし。もう最悪だな、お前。絞り取ってやるよ、まず。ポイ捨てをまず、ね、違反切符を切りますね。うん、これはまた上昇に過ぎない。そして、身分証期限切れ。Why does it cost so much? いいぞいいぞ。とても悲しそうに見える。もっと悲しいことが起きるからね。うん、残念ながら、指名手配犯ですね。これいいんだよね、そのままね、手錠をかけて。一回待って、見た方がいいのか。身元紹介、はい、逮捕状ありですね。逮捕状はあり、はい、逮捕状が出てるので、あなたは手錠をかける。逮捕状、はい、逮捕状が出ていますから、残念ながらここで終了。やめてください。やめてください。やめません。はい、お疲れ様でした。よし、ちょっとじゃあ戻る。売人に会えなかったんだよね。売人に会いたいよ。ただいま帰りました。なんか出発したのと違う署に帰ってきた気がするけれども、まあいいや。よし。さあ、ソリティア、ソリティア。おお、なんだなんだ。おお、びっくり。はーい。今日も頑張った。規範ポイントマイナス10。これがよくわかんないんだよな。これなんでなんだろうな。よーし。お、いいね、いいね。上がったぞ。アンドック。あ、落書きによる破壊行為をアンロックしました。ブライトン市内で落書きをしている人がいないか常に目を光らせ、見つけたら捕まえましょう。マジで？あ、そうかそうか。犯罪もアンロックなんだよな。じゃあ麻薬の売人もアンロックされるんだね、きっとな。お、新しい地域。カラハン。お、ベイタウン。あ、ベイタウンいいね。港？湾岸って感じかな。じゃあじゃあじゃあ行きましょうよ。落書き。落書き犯を捕まえようよ。じゃあ、カラハン、パトカー巡回、夕方。
やっぱそういう落書き系っていうのはさ、大体やっぱあのちょっと路地裏とかね、こういうとこにあったりするんじゃないの？こういう大通りでさすがにやってる人はいないでしょうと思うんだけどな。え、事故の音が聞こえたって。あ、すぐ後ろで事故った。これはさすがに見て見ぬふりはできない。保険証がないですよね。保険未加入だね、あなたね。はい、絞り取れるところで絞り取る。悲しそうに見える。しょうがないでしょう。はい、でもう一台。あれ、人は、人、あ、そこにいる、そこにいる、そこにそこあ、話せる、これ、あ、話せるこんなことある。そしてすごいなんかエンジンをうるさい車がいるな。改造車がいるぞ。フラフラしてるような、絶対な。薬物じゃない？ちょっと検査する。めり込んでる、めり込んでる。おお、大丈夫だった。薬物やってませんね。じゃあアルコールもね。これは武者震いだ。どうですか？あー、やってますね。はいはい、がっつり飲んでます。はい、飲酒運転。あっ完全に分身ですね。そこでかける。君移動できるの？そっから。おい、移動してきた、移動してきた解放されたね。はい、であなたはもう OK です。あなたはね、はい、報告書を渡して。こんな意味ないわよ、マリさん。うるせえ、俺が法だ。はい、解放する。あ、発見です。あれ、そうじゃん。あったあったあった。スプレー落書き。スプレーで落書きをしている人を目撃しました。容疑者を落書きによる破壊行為の容疑で拘束しましょう。警告を受けると逃走する人もいます。捕まえたら相手に違反切符を切るか、口頭での警告で済ませるかを決めましょう。グーパンチだな。もう最初からもうスタンガン装備しとこう。はーい、ちょっと、そこの、あなた？ん？何してるんだ？ちょっと君、いいかね？すごいいい笑顔してるけれども。ちょっといいかね？拘束するよ。拘束。はい、落書きしましたね。本当にすいません、おまわりさん。うるせえ！うん、ああ、顔はそのままですね。なんだ、その自信満々な態度はどっから出てくるんだ？違反通知？かな？はい、違反切符。はい、今での態度はどこに行った？手錠はかけれんの？手錠は無理だよね、多分ね。まあ、しょうがない。これで終わらせてやるか。すごい。何このタコっぽいの。優しい顔している。ママのような優しい顔している。あー、事故ってますねー。これは事故ってますねー。はいはい、ちゃっちゃと終わらせちゃいましょう。うわー、めっちゃマフラー落ちてるわ。これは、うわ、ぐっちゃりいってんな。やっちゃったねー、お姉さん。ウィンカーを使わずに進路を変えたのよ、あなた。聞かなくてもわかるもん。めちゃめちゃ酔ってるよ。お、視線を避けてるって。君は君でなんか怪しい？え？え、何何？なんで視線を避けてるんだ？はぁ、覚醒剤。ダメだって。ダメだってばよ。ほんと。とりあえずいいや。とりあえずそこにいろ。待ってるよ、そこで。おい、酔っ払い。お前。ベロンベロンじゃないか。はい、一応やっとくよ。一応ね、アルコール検査をやっときましょうか。はい。はい。はい、がっつり飲んでる。ん？あ、てか人倒れてる。いかん。いたの？いたんだ。写真撮っとくね、とりあえずね。あらー、大丈夫かい？大丈夫かい？救急車。はいはい。全然気づかなかったわ。立ち上がるもんなー。わりかし元気だもんな。よかったよかった。うん。
よし、一日おしまい。素晴らしい。ペナルティゼロ。さあ、どうだ？何かしらアンロック。あ、来た！麻薬密売人の逮捕来ましたね。犯行の瞬間に逮捕しましょうだって。お、これ難しそうだな。犯行の瞬間。コンウェイ、アンロック。ほう。やる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 よ。ぜひやろう。ぜひやろう。あ、いいね。高犯罪率エリア。ここは出るでしょう。夜ね。はい、行きましょう。あ、いいね。売人いそうじゃん。めっちゃいそうじゃん。おー、公園綺麗じゃない？すっごい。ナイトの感じが超綺麗。お、なんかやろうとしてる？ブル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 してるけど。めっちゃブルブルしてるけど。あれは違いっす。来ました！やっと見つけました。麻薬取引ですね。はい。あれか、あのブルブルしてたのは禁断症状か。売人と客の両方を、合法的に逮捕しましょう。ちょっと待ったー。逃げんなし、逃げんなし。スタンガン、スタンガン。はい、待て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 。待て、両方逮捕したいんだから、待て。フリーズ。よし。はい。一旦お前拘束まず。できないのか。とりあえず身体検査、身体検査。はい。お前持ってたろ今。いや、もう一人、片方逃げちゃうな、これ。No!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  って、逃げるつもりでしょ。時間差に、逃げでしょ、これ。違うの？あれ？話せるわ。よくわかんねえ。逃げるそぶりしただけだった。もう一回。いや、ちょっとこうやった間にもうね、買ったやつ逃げてっから。あ、マリファナ21グラム。21って、セーフじゃなかったっけ？でも待って、白い粉が入った袋もあるけども。これは何でしょうね？これは、いいんですかね？手帳かけちゃっていいんですかね？ 28 グラムか。あー、21だからな。じゃ、こいつ大丈夫なの？あ、そう。で、解放しよう。あ、SP 入った。もう一人の方はもう行っちゃった？あのブルブルしてたやつ。もうどっか行っちゃったよね、さすがにね。あ、やるだろ、絶対やるだろ。見てるからな。はーい。はい、ストップでーす。はい、ちょっと待ってね。スタンガン装備してね。はいはい。はいはい。まず拘束しましょうね。違法薬物所持かな、麻薬の流通かな。はい、一旦ちょっと、で、君、君待って、お前もストップ、お前もストップだ。拘束、違法薬物所持かな。Come on. はい、で、先にちょっとじゃあ君からね、身体検査、所持品検査させてもらおう。どうした、いきなりブルブルして。持ってるよね。あ、持ってますね。 14g は大丈夫なんだっけ。あ、そう。はい、じゃあ今解放しよう。で、君だ。え、何やってんだよ。拘束してる時に売るな。商売すごいな。アキンドかい。あ、逃げてった。待てこら。面白いな。はい、そう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 。びっくりするから、ほんと。はい。白い粉が入った袋持ってますけど、この人。これさ、もう、逮捕していいんじゃないかと思うんだけど。白い粉が入った袋。やっちゃっていいですか？麻薬。麻薬の所持かな。大麻じゃないんだよね。麻薬の所持。ブル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 。これは適正だと思うんだけど。You're a terrible cop. はいはいはい、あなたおしまいと。で、もう一人、もう一人。よしよし、オッケーですね。どこだったっけ、場所忘れちゃったわ。
あー、売人逃げられたわ。いないよね。あ、逃げられたわ。そりゃ逃げるよね。めっちゃ俺遠く行っちゃったもん。ちくしょう。あいつ怪しいな。あいつが買うんじゃないのか。違うか。ほら、よし、ほら。はい、失礼しまーす。ドッキリでしたー。はい、逃げない逃げない、ダメだよ。はい、君も逃げない、ダメだよ。お前じゃない、お前じゃない、こっちこっちこっち。あいつ逃げるな。いいっすか、撃って。ポリス、スタッ。あ、そっちじゃない、そっち。違うんす、違うんす、ごめんね。違うんですよ。 BPD、スタッ。よし、はい、ブルブルいったね。ブル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 。はいはい、白い粉、白い粉持ってますね。手錠をかける、麻薬の所持。いいね、夜の公園で麻薬売買検挙。はい、売人とか戻らないと俺。あいつらマジですぐ逃げっから。まだいる？あ、いたいたいた、あれじゃないか。あれ、また売ってない？また売ってるよ、やめろっつーの。ポイ捨てとかじゃ、あー、お前や、お前、お前持ってるだろ。おい、何ですかみたいな顔すんな。絶対持ってるよ、拘束する。違法薬物所持、違いだ、流通だな。交際用って言ってる、マジで。あ、そう、じゃあいいっすか、身体検査しますよ。逃げんなよ、絶対逃げんなよ。あ、逃げんなって言ったろ、逃げるなって言ったでしょ。はい、止まって。あ、止まんないの。はい、よし、ブル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 。うん、スナック菓子。あ、粉が入った袋2つも持ってますね。はーい、麻薬、麻薬の所持、あ、販売だな、きっとな。販売でいいんじゃないですかね。はい、お、初めての容疑で逮捕だ、嬉しい。はい、さようなら、そこに慈悲はない。はい、ということでレベルアップにはたどり着かなかったけれども、売人を捕まえたので僕は満足です。麻薬ダメ、絶対。ポリスシミュレーターパトロールオフィサーズ、久しぶりにやりましたけども、うん、やっぱり面白いですね。結構前にやった時から人の顔とか、車の車種も多分増えてるね。まだね、アーリーアクセスのゲームなんで、これからもどんどんパワーアップしていくんじゃないかなと思ってます。またね、更新がかかったらね、その要素を遊びたいなとも思ってますので、はい。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。また動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。